本村港は香川県香川郡直島町にある港湾。正式名称は直島港だが本村地区にあることから本村港や直島港と呼ばれることが多い。香川県が管理する地方港湾である。直島港は直島の東側に位置する。小型船のみが発着する港湾で自動車や二輪車での乗船はできない。乗駐するスタッフはおらず。 船内で船員から乗船券を購入する。島の名前を冠しているが、直島の西側にある宮浦港の方が便数も多く、規模も大きい。簡素な待合所とトイレのみの施設だったが、老朽化を受けて、待合、トイレ等を一体で整備することになり、2016年にターミナルビルが改築された。駐輪場内部の様子宮浦港、海の駅と同様、 瀬島和代と西沢達江の建築ユニットサラーが設計し、2016年に完成した。木の加工で組まれた待合所と駐輪場を直径4メートルの FRP の半球をつなげて作った入道雲のような立体が覆う構造となっている。球体を厚み5ミリメートルの半透明の FRP で作ることで外からの光が内部空間全体に広がり、 ふんわりと明るく快適な空間となるように設計された。2020年4月現在の運行航,航路は下記の通り。瀬戸内国際芸術祭開催期間中は増便対応がある航路もある。また、坂手港や男、木島、女木島へ期間限定の臨時航路が運行された。四国気仙と島フェリー、香川の港湾、香川県土木部港湾課 2020年4月18日閲覧。AB、四国基線株式会社。四国基線株式会社。2020年4月19日閲覧。四国基線株式会社。四国基線株式会社。2020年4月19日閲覧。広報直島2015年4月。直島町。2020年4月19日閲覧。 広報直島2016年12月。直島町。2020年4月19日閲覧。新建築2017年6月号。新建築者。直島フェリー大阪。神戸から直島、男、木島、大島へ行くなら、直島ラインで。n a o s h i m a l i n e c o m 2020年4月19日閲覧。ありがとうございます。